こちらギーキンボックスの佐賀です。ギーキンボックスの横浜が新しくなったので、そこの店舗までの道のりを横浜駅の東口の方から歩いてみようかなと思います。これを見てくるっていう人結構いて、ぜひぜひ参考にしてもらえればなと。横浜駅の周りの面白いお店も紹介するので、よかったらチェックしてみてください。じゃあ行きましょう。まずこれが中央南改札ですね。一番大きい JR の改札です。崎陽軒側ですね。横浜駅って新宿の次に乗り降りする人数が多いんだって。日本で2番目なの。崎陽軒ですね。横浜に住んでると崎陽軒ってなかなか食べないんで。ちなみになんですけど、京急の改札もあっちにあります。で、ここには JR のルミネが入ってますね。東口の方にまっすぐ歩いていくと、下に下がってくエスカレーターがあるんですよ。これは下がんないでください。下がると美味しいレストランが多いポルタっていう場所になっていきます。もっと先にはそごうがありますね。エスカレーターは降りないで右ね。歩いていくとラッシュがあるので、この階段を上ります。東口で待ち合わせするときってポルタのエスカレーターの上か郵便局の前をよく使います。横浜中央郵便局ですね。ちなみにこの横浜中央郵便局の裏のとこ、ここ入っていったとこにはアソビルっていうビルがあって、そこには居酒屋がいっぱい入ってます。で、この大きいの崎陽軒ですね。ここからはほとんど道なりにまっすぐなんですよね。いや、今日は晴れてますね。天気がいい、秋晴れ。ギークインボックスまでの道のりで一番難しいところもう終わったんで、もうあとはほぼまっすぐです。このラフィーナっていうイタリアンはカジュアルなイタリアンレストランで、飲むのにとかデートとかおすすめです。エリアは裏横って言って、ちょっとおしゃれな居酒屋とかイタリアンとかそういうのが並んでますね。ほんとそこら辺にいっぱいあります。東口の方で飲むときはそこら辺探すのがおすすめです。このセブンイレブンは最近新しくなって綺麗になりました。まあどっちでもいいけど、セブンがさ、綺麗か汚いかって。あっちには焼肉屋さんができました。双子。はい、花屋ね、結構使います。そうだ、あと外せないのがワンズレンタカーだ。あれ、ワンズレンタカーめっちゃ安い。安くてボロボロのアクアとかが借りられる。ちょっと待って、あのさ、このお店知らない？うめえ飯とうめえ酒、あと歌なんかも歌いてえな、そんな時は東美さんがいい。なるほど、今度行ってみましょう。うまいって言ってるからね、自分でね。うまいんだろうね。鯉がめっちゃいます。もうだいぶ近いね。ここら辺から平沼っていう地区に入ってくるんですけど、相当近いです。アナンダっていうスープカレー屋さんが
ここがめっちゃ美味しいんですよ。すげえ来てますここ。めっちゃ辛いのよ。でも美味しいんだよな。ちなみにアナンダの前で自転車パクられたもんな。上大岡まで取りに行ったわ。ここで盗んで上大岡までチャリで帰った。だいぶ横浜駅からまっすぐ歩いてきたんですけど、ここ平沼1丁目っていう交差点です。タクシーとかで来る人は平沼1丁目交差点の方にとか行ってもらえればスムーズに行けるんじゃないかなと思いますね。あっち側が港未来の方ですね。馬車道とかランドマークタワーが見えます。あっちには角平、一番美味しい蕎麦屋です。角平のところ曲がりましょう。この平沼商店街っていう商店街があるんですけど、そこで商店をやってる会社っていうのが、まあ、そんなに多くなくて、ちょっとずつ増やしていきたいよね。ヤオキはよく酒飲みます。ヤオキの上も飲み屋が入ってて、そこでもよく酒飲みます。 ありがたや家ケース。吉村屋めっちゃ混んでんなって時はこっち来たらいいと思います。美味しいから。で、平沼商店街入ってすぐのここアスティハウス、はい、ここがキーケンボックスが入ってるビルですね。ちなみにあっちの方には美味しい居酒屋とかイタリアンレストランとかが結構あってよく飲みます。酒あっちの方には田中屋っていう蕎麦屋があって、あっちでもよく酒飲みます。キーケンボックスはこっちです。ちょっと入りづらいかもしれないけど入ってもらって、で、3階ですね。そうするとこういう風なお店があるわけですね。バーンと以前よりも広くないですか、お店。しかも明るいし、いやすげえいいんですよ。ベースいっぱいあって、ちょっと紹介しようかな。こっちには国産のベースが今バーって並んでます。サゴとかドラゴンフライとかフリーダムとかプロビジョンとか、この間の爆音メッセとかそういうところで知り合った国産のブランドのものが多いですね。僕は結構欧米かぶれでやってきたんですけど、国産いいんだって勉強になりました。はい、実際いいです。こっちの方にはフェンダースタイルの5弦ベースを中心にして置いていますね。まあジャズベースもそうですし、プレシジョン、あとは PJ とかで、ブランドとしてはサイヤーとかアナコンダとかエキゾチック、モモセ、フリーダム、アトリエディ、サドウスキー、ブラックスモーカーなど、いいラインナップですよ。こっちの方には輸入物が並んでます。うちで輸入している商材がほとんどですね。スワンカスタムベーシーズとか D マークギターズとかアルソニック、カプルソ、ボガート、ベースインストゥルメンツなど、まあ、あとはその他社でねやってる PRS とかそういったものもありますけど、まあ、ここら辺はかなりこう他のお店ではほとんど見られないものしかないんじゃないかなというふうに思います。そしてね、その国産ものとかでも僕たちは基本的にはカスタムオーダーして作っているので、他店にはないすごくコンセプチュアルなものとかユニークなものがたくさんありますので、ぜひぜひギークインボックス横浜の方まで遊びに来てみてください。今回の動画でねチラチラ来てもらえたら嬉しいなと。移転したばっかりなんで今のうちね綺麗なうちに来てください。いつねごちゃごちゃになっちゃうか分かんないんで、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう